働く。今持ち合わせがなくてよ。あなた一人を働きに出すの仕方ないわね。私も付き合ってあげるわ。私もやりたい。アルバイトしたいの？うちで働いてみない？ここがうちの店。なあ、マジでこれ着て働くのか？黙って来なさい。じゃあお前も着ろよ。お客さんだよ。あ、いらっしゃいま。いらっしゃいませ。こちらのカウンター席でもよろしいでしょうか？はい。パンダになりなさい。わかった。あ、いらっしゃい。おお、久保じゃん。どうなってんだ。いらっしゃいます。お席にご案内いたします。笑いたきゃ笑えよ。全然悪くねえと思うけど。悪くねえってどういう意味だと思う？お前いつまでここで働くんだ？この連休中だけだけど。明日も来るから頑張れよ。みんなお疲れ様。はい、これお給料。聞いてたより多くないっすか？出したんですもの、当然ですよね。踏んだくられたのか。ジュン。よ。連休中欠かさず店来てたな。食い慣れたはずのラーメンなのに、お前に持ってきてもらったらいつもよりうまく感じたっつうか。おう。本当にこれもらっていいのか？誕生日プレゼントだ。同じのつけてんだけど嫌じゃねえかな。お前とだったら全身同じだっていいぜ。ケーキも買ってきたから。お前んちでやらねえか。明美さんもいるだろうし。そうだな、やっぱなんか違う。